皆さんこんばんは、爆笑問題田中裕二です。キャシー中島の今日の友達のですね、カツオ中島です。カツオの友達の中島くんね、突然キャシー中島なんかあったかなと思うよね。何もないです。何もないですけどね。昨日かな最近ね、あれなんですよ、整体にたまに行ってるんですね。まあ、マッサージというか整体指圧みたいなところね。で、それがなんていうの、予約が大体まあ1週間ぐらい前に取るから、時間的にほら、俺らの仕事って入り時間とかちゃんとはっきり分かるのはもう少し手前じゃないですか。あ、1週間とかの予約が2日前、3日前にならないと。だから、割とこう、無難な時間に入れるわけですよ。いけそうだと。予約。そうそう。だから、例えば、仕事があるんだけれども。昨日、整体。そう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 。あ、僕ね、収録だったんですよ。いや、そうですよ。それなん申し訳ない。いや、じゃあ、おっさんね、カンカン。日本撮り、暇なんだね。暇なんだな。本当にいい。羨ましい。いや、羨ましい。その後仕事一緒だったでしょ。ね。ね。昨日、その後、まあね。ああ。テレ朝で収録が。だから、おっさんは昨日は、日本撮りのやつの後に、もう一個一緒の収録が。特番撮って。特番っていうか、お願いランキングですけどね。あれ、お願いランキング知らねえで言ってる。よくわかんない。お願いランキングの収録だったんですけど、で、それの、要はそれがさ、大田さんのそれこそね、カンカンガクガクが収録があるっていうのが、なんだって。大変。いやいや、大変だろうけども、あることは分かってるんですよ。ただ、で、一週間ぐらい前に、来週はじゃあどこでって言った時に、月曜日、その、まあおそらく、大田さんのやつがね、早朝からあるわけはないから、まあ。いや、もう早朝からやった。いや、早朝はないと踏んで、みたいなことで、ちょっと余裕を持たして、ね。でも、大体その俺は、大田さんの日本撮りが終わった後にテレ朝に行くわけだから。早朝からやってましたから。そう、でもそんな6時、7時じゃないでしょ。せいぜい10時、11時っていうことですよ。ね、ね。そんぐらいの感覚でいるわけですよ。でも起きたのは6時です。いや、違う、それはいいよ。おっさんが起きる時間は関係ないから、俺の予約には。はい。ね。で、まあ、俺が行くのが、1時、2時ってことはないだろうな。3時以降だ、みたいなことで、でも怖いので、みたいな感じで、一応こう予約をするわけです。だから、結果ね、空いちゃうわけですよ。ああ間が。ね。いいな。良かないんだよ。俺としては。俺としては本当はね、合理的に。もう詰まっちゃった、俺なんかもう。全部詰まっちゃった、昨日なんかも。昨日は確かにそうと思うよ。その雑誌の撮影まで。そうですね。最終的に。終わってね、雑誌の撮影、ね。全部詰まっちゃった。そうそうそう。大変だ。大変だと、昨日は確かにね、いいね。と思いますけども。余裕で。はい。で、それで、日本撮りですからね。たまにあるんですよ、そういう時が、実は僕は。その、収録までに。空いちゃうの。空いちゃうのが。あららら。で、その前の週も、2時間ぐらい空いちゃって。あ、じゃあ多分俺の日本撮りだな。それは多分、曜日が違うんで、そうじゃないと思うんですけど。で、その時は、俺は、次がやっぱテレ朝だったんで、六本木の方に移動して、ヤギとね、マネージャーの。で、その前に蕎麦かなんか食って、それでもまだ1時間半ぐらいあるからどうしようっつって。で、じゃあ、つって、六本木ヒルズってそういえば、行ったことないですよ、ほぼ。え？ほぼね。いや、なんか。行ったことないの、六本木ヒルズ。ほぼないですよ、俺。はーい、なんかもう。田舎もクソ田舎。ゼロではないんだけど、正直。ダサい男だ。いや、お前もそうはないでしょ。俺しょっちゅう言ってますよ。いやいや、ほんと？うん。六本木ヒルズなんてもう。だから、テレ朝としてはね、もう毎週のように行ってんだけども、いわゆるその。ヒルズは全部しょっちゅう行ってますよ。そうなんですか。うん、俺は、まあ何回かあるね、もちろん。だけど。何回もう数えきれない。そう。うん。例えば洋服屋さんがあるとことかさ、あんま行ったことなくて。ああ、そうです。まあじゃあとりあえずその辺なんかブラブラして時間潰そうっつって、行ったんだけどさ、うん、まあ俺が買うような感じの洋服屋さんとかの時はないし。それはないでしょうね。まず、子供洋服が。あ、でもね、子供服は。逆にあるよ、子供服は。子供服あります。だから子供服じゃないから、ベビー用品は俺は行かないから。でね、で、まあ、それも早々に、ちょっとあんま時間を潰せなかったわけ。で、先週はしたら、ちょうど、スヌーピー店をやってた。ちょうど六本木ヒルズの。ああ、そう。はい。で、あ、これだと思って、で、スヌーピー店を見に行ったんですよ。で、まあね、スヌーピー店って言っても、ね、その。ディズニーのくせに。
別に関係ないですよ。それは別にディズニーのくせに、別にディズニーの人ではないですから、俺はね。ディズニーと契約している人のくせに。いや、それは別にその、声をやったってだけで、スヌーピーが別に好きだって言ってもいいわけですさ。あ、いいのそれ、契約違反じゃない。違反じゃないです、別に。ジブリの、この間、NHK で行ったでしょ取材に。そんなの、OK、ジブリとディズニーは、まあ、良好ですからね。いや、まあ、まあ、別に良好とかじゃなくてもいいですよ、別に。ディズニー、じゃ、別、サンリオピューロランド行ったって俺はいいわけですよ、別に。いいの。当たり前じゃないですか、そんなの。構わないわけですよ。別にディズニーの社員でもないし。ね別に。社員も行ったっていいよ、そうじゃない。きっとね、きっとね。ディズニーランドで働いてる人がピューロランド行ったっていいわけだ。別に。いいの。それは構わないでしょね、別にね。派遣。派遣とかじゃなくても、別に構わない。派遣切り。派遣切りで切られちゃったんだ。でも、なおさらいいわ。ディズニーランドに、スヌーピーの格好して行ったら怒られますからね。あ、そうなんだ。そうですよ。あ、格好は、あの、ハロウィンだとかって。ああ。スヌーピー、あ、ちょっと怒られちゃう。そういうの実際あったの？なんか。ありますよ。そうなんだ。そうですよ。へえ、うん。それ微妙だよね。うん。ハロウィンだからいろんな格好していいわけでさ。ダメです。そっか。うん。でもまあ別に骸骨とか OK でしょ？例えば。骸骨は微妙ですね。あ、それも微妙なの？ええー。あ、そう。かぼちゃの、まあ別に、ね。かぼちゃも微妙だけど。許せよ、そんな。ハロウィンでも何でもなくなっちゃうじゃねえかよ。そうです。それじゃあ、かぼちゃは OK。ってか中にもいるだろ、多分かぼちゃみたいな。ディズニーランドとしても来たら、まあね、多分。ね。うん、で、それでまあ、先週はスヌーピー店見に行って。爆中はダメですよ。爆中はもうつまみ出されますから。まあ確かにね。それはちょっとね、ネズミ違いだろみたいなことから、ね。そういうことですね。お前なんだお前そのドブネズミやつって。いやいや、そんなことはまず言わない。ディズニーとしてはそんな言い方はまずしないから。うん、絶対しないですからね。うん、いや、そういうでスヌーピー店行って、まあなんかお土産、なんかグッズがあるんでそういうの買ったりしたわけですよ。で、それでまあ潰れたんですよ。で、どこが潰れたか。時間がですよ。ああ。どこがじゃないでしょ。話聞いてるわかるでしょ。ケーキだからなんかいる。会社が潰れたんじゃない。なんでスヌーピーって言ってどっかが潰れるんだよ。派遣切りってのはお前だよ。え？潰せたんですよ。はい、潰せた、はい。時間を潰すことができたってことですね。で、昨日は、もうスヌーピー店も見ちゃったしね。で、昨日も、ま。見て。スヌーピー店も見たし。進まねえな。いや、ビデオ見たっていう。ビデオ見たい。スヌーピー店も、もう行っちゃったから、うん。で、どうしようかと思って、で、一応ちょっとこう近くだ、なんかあの、サウナみたいなのあるかなと思って、ね。で、調べたら、割と車でちょっと行ったところにあったんですよ。うん、もうちょい行ったことがないところでね。で、まあ、いわゆるお風呂があってサウナがあるよとか、うん、あ、ここでちょっと1時間半ぐらいあったから、うん、ここで俺時間潰そうと思って、うん、で行ったんですよ、うん、で八木どうするって一緒に行くかみたいな言ったら、うん、いや僕ちょっと車のあれも心配なんで止めるとこもあれだから、うん、僕この辺で適当に待ってますんで、うん、でだいたい時間になったらこの辺にいますからつって連絡くださいなつって言って、で俺はまあじゃあつって一人でサウナに、うんうんんでさ、まあサウナ久々に行って、サウナ入って水風呂入ったりね、まあお風呂使ってなんかまあまあしてたわけですよ。で、1時間ぐらいまあ時間が、そのね、サウナだけでもあったんで、で30分ぐらい経った。で、体をまあ洗ってたんです。洗い場のとこで。で、体がーって髪洗ってがーってやってたら、突然背後から、田中さんって声かけられて、うわ、これね、おっさんもあるでしょ、サウナで。もうサウナでね、サインしてくださいって言われたけど、ね、裸で ね、サインくださいってビチョビチョの髪に出されたことで、ね、どうしようかと思いました。ちょっとしかも気まずいじゃん、裸だし、なんとなく。ね、分かってる、あ、まあ田中だと思った人はいるだろうけどさ、うん、田中さんとかって言われて、うわ、と思いながら、まあシャワーバーッと浴びながら、はいっつってやったさ、うん、その、俺はこう、椅子に座ってるわけですよ、お風呂場にはよくあるような、うん。で、こうやってやって、バーって見たらさ、うん、スーツ姿の人が立ってるんですよ、怪しい。サウナの中だよ、怪しい。洗い場でびっしゃびしゃの、ブワーッとシャワー浴びて、ギャーっていう泡だらけみたいな状況で、うん、薄めでこう、バーって背後見たらさ、スーツが見えんねん、紺色の。えー、と思って、裸足でスーツ。あれブワーって見たらさ、うん、ヤギなんだよ、マネージャー。あーと思って。入りたかったんだ、やっぱり。だって、
たら普通に入ってくるじゃん。入りたかったんだね。だったら別に一緒に行きゃいいし、服脱いで入れって話だろう、うん。スーツ姿のヤギが、田中さんって声かけて、どうしたうわっと待って、何ってびっくりするじゃない。うん、したら、すいませんっつって、うん、入り時間間違えてました。と思って。何っつって俺も裸で、ててあのびしょびしょで、ほんで、よかっ、いい時間、何時だよっつったら、時計を、腕時計を俺出して、今です今でしょ今でしょみたいな感じ。今でしょ今でしょみたいな感じ。今でしょじゃねえよ、バカ。ええって、今なんですって言われてさ、マジっつって、うん最悪だね、それ。最悪ですよ。本当に、あの、サウナの、ね、こう、っていう気分が、もう一気に、今でしょ今でしょって言った。俺、びしょびしょでさ、しかもさ、そっから髭剃ろうと思って、俺、あの、三枚刃用意して。用意、二枚刃と三枚刃あったんです、そこのサウナには。ほんで、三枚刃を取ってさ、それであの、シェービングもあったから、そこに、結構そういうのもなんか豊富に揃ってるところでさ、そうだ、あの、歯ブラシと、全部用意してそこに置いて、これから、ゆっくり、ね、体洗って歯磨いて、髭剃って、一回また使ってから出そうかな、みたいな計画があるわけじゃん。俺の中には、今すぐに。ゆったりして、つってね。でもそのまんまもちろんそんなしょうがないから、うん、わーってじゃあもうあの待っててすぐ出るからっつってでまあそれでジャーって流してさなんだねそうそれで出ていきましたよ、うん、もうでなんか結局時間をなんか45分ぐらい間違ったんだってねうんらしくて、うん、だまあ別にもちろんまあちょっと遅刻はしたんだけど別にその収録とかには影響はなかったからまあねそのめちゃめちゃ遅刻したわけじゃないからよかったんですまあ時間を潰すのぼーっとしてからねヤギってのはなんかこう上の空だよねいつもね分かってんのかなっていう時は、ええ、そうですね、うん、時間を潰さなきゃいけないと思った時に限ってそれですからねよくスーツで入ってこれたお前後でさ、ね、お前あれどうやって入ったんだよっ て, 言ってちょ、ま、待ってくださいって言われちゃうねいやもうじゃあ受付に行ってすいませんちょっと中の人に警察ですって言ったの連絡をやけそんなのお前絶対捕まるよ逆にそうしたら、うん、あの中の人と至急連絡を取りたいんですけどつって言ってで、なんかまあ、そこの人と一緒に、なんかいろいろ探して回ったら、だから広いからね。完全に連行されてく、あれだよね。本当だよね。周りから見たら。そう。そうそうそう。スーツ姿の人が。そうですよ、本当に。一緒に出てって。そうそう。ああ、田中捕まったわ。いや、そう、本当絶対もしくはアウトレイジだったら殺されてるから、完全にそこで。完全にそこでもうどんどんやられてますからね。そうでも連行されてって。うん、ね。